皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギターコンポジションの瀧澤でございます。よくわかるコード理論講座イエーイということで、コード理論の話をさせていただいております。2本目のこの動画では、トライアド、基本の3和音みたいなのがあるんですけれども、その種類についてお話をさせていただこうかなと思います。1本目の動画でインターバルという話をしているんですけれども、インターバルについて理解がある人は、このまま動画を見ていただいて大丈夫です。インターバルって何だよという方は、ちょっくら1本目の動画を見る必要があるかなと思いますので、まずそちらを確認してみてください。それでは、トライアド、基本の3和音、話をスタートさせてみましょう。そして今回も5分の時間設定を一応します。で、平たく言いますと、簡単に言いますと、この4種類がトライアドというものでございます。メジャー、マイナー、オーギュメント、ディミニッシュ。それぞれメジャーとオーギュメントの1、3はかぶっていますけれども、フィフスの扱いが違います。マイナーとディミニッシュは1、3、ここの扱いは一緒ですけれども、フィフスの扱いがちょっと違います。こんな感じの4種類がトライアド、基本の3和音となります。よかったら、ちょっと楽器を一緒に鳴らして、実演していってみましょう。鍵盤か、ギターか、どちらか用意していただいて、ちょっと鳴らしてみましょうか。まず、メジャーの3和音は、1とメジャーサードとフィフスの3和音です。ちょっと、どの音からスタートしましょう。ここを1と見立てて、1、マイナーセカンド、メジャーセカンド、マイナーサード、そしてここ。そしてその次、フォースがあって、シャープフォースがあって、フィフス、ここです。これがいわゆる C メジャーコードなわけですね。同じように、例えばミの音、この E の音からスタートしたらば、1、マイナーセカンド、メジャーセカンド、マイナーサード、ここがメジャーサードに当たります。で、フォースがあって、シャープフォースがあって、フィフス。これがいわゆる E メジャーコードになるわけです。ギターの場合だったら、1フレットがこの1マスに値するので、例えば5弦の3フレットからスタートしたならば、ここの音と、マイナーセカンド、メジャーセカンド、マイナーサード、メジャーサード。ここが1、3の音です。で、3から4、4シャープ、フィフスとなって、という3和音が C メジャーの構成音ということになります。こんな感じで、C メジャー、C マイナー、C オーギュメント、C ディミニッシュについて、ちょっといろいろなぞったりとかすると、またちょっと理解が深まるかなと思いますので、よかったらやってみてくださいませ。C オーギュメントもやってみましょうか。C オーギュメント。1からスタートして、マイナー、メジャー、マイナー、メジャー。そして、フォースがあって、シャープフォースがあって、フィフスがあって、シャープフィフスということは、ここから半オーベです。こんなコード。C オーギュメント。あんまり出てこないコードなので、お聞きになれない感じですけれども。なんとなくできましたでしょうか。わかりましたでしょうか。こんな感じで、1に対して3の音がどっちになるのか、フィフスの音がどっちに行くのか、シャープフィフスというのはマイナー6と同じ音です。これからこっちに行くのか、それともこっちに行くのかという感じですね。このフィフスの振り幅が、ここに現れるわけなんですが、そんなところでございます。なんとなく見えましたでしょうか。で、このトライアドを理解した上で、その次ややこしいのがセブンス。なんですよ、セブンス。これがややこしい。これがちょっとややこしい。セブンスがややこしい。とりあえず、こんな感じのトライアドがありました。楽譜とかコード譜、コードの譜面とかで表されるのは、メジャーの場合は略してしまうので C とだけ書いてあります。で、マイナーの場合は小文字の M だけ書きます。オーギュメントは CAUG、オーギュメント。で、ディミニッシュの場合は CDIM。こんな感じで書かれます。楽譜によっては C メジャーと書いてあるものもありますし、あと C 大文字の M と書いてある楽譜もあります。けど、現代の楽譜では、ほとんど省略しちゃって C とだけ書いてあったりとかするんですけれども、こんな感じです。で、セブンス、セブンス。何がややこしいって、表記の仕方なんですよね。書き上げの仕方がすごくややこしいんですよ。これマイナー、メジャーどっちみたいな、なんかマイナーなの、メジャーなのっていう、なんかそういう問題が出てきます。まあ、後々。簡単に言うと、なんとかメジャーセブンスというコードネームがあったならば、単純に書いてあるとおり、メジャーセブンスの音を付け足します。こいつですね。メジャーセブンスの音を付け足すというよりも、トライアドプラスメジャーセブンスって考えたほうがいいかもしれないですね。なんとかセブンスと書いてあったならば、トライアドプラスマイナーセブンスを付け足すんです。もしメジャーセブンスと書いてあったならば、普通に書いてあるとおりメジャーセブンスを足します。セブンス7、7とだけ書いてあったならば、マイナーセブンスを付け足すんです。こいつです。まあ、こう聞くと、おお、なるほど、なるほどねってなるかもしれないんですけれども、ちょっと一例を出してみますと、例えばこういうやつ。C マイナーセブンス。なんかマイナーセブンって書いてあるから、なんかね、なんかこのマイナーセブンス付け出すかなって思うんですけれども、まあ、結果的にそうなんですが、その考え方はちょっくらアウトなんです。これの考え方としては、マイナーのトライアドプラスマイナーセブンスなわけですよ。わかりますでしょうか。この小文字の m は、こいつのための m じゃないんです。この m は、このトライアドを決定するための m なので、勘違いしないでくださいませ。他にも違う例を出してみますと、C マイナーメジャーセブンスとか、なんかもうわけわかんない感じですけれども、まあ、これはそのマイナーのトライアドですよね。マイナーのトライアドプラスメジャーセブンスを付け足しというコードになります。ここの小文字の m はこのトライアドを決定していて、メジャーセブンスのこの文字は、ここのセブンスを決定していると。そんな感じです。ちょっと全部の種類を書き出してみましょう。C7、C メジャーセブンス、C マイナーセブンス、C マイナーメジャーセブンス。なんかわけわかんない感じですけれども、冷静に考えればわかるはずです。冷静に考えれば。どうでしょうか。それぞれ構成音は思い浮かびますか。まあ、平たく言うと、この1番目の C メジャーセブン、C セブンスに関しては、メジャーのトライアドですよね。メジャーのトライアドプラスマイナーセブンスを付け出すということです。C メジャーセブンスは、これまたメジャーのトライアドプラスメジャーセブンスを付け出しにというコードです。C マイナーセブンスというのは、マイナーのトライアドに対してマイナーセブンスを付け足しねというコード。これはマイナーのトライアドに対してメジャーセブンスの音を付け足しねというコードになります。ちょっくら色をつけてみますと、ここがここに相当しまして、これがここに相当します。これがここに相当しまして、これはここに相当します。で、そのトライアドを決めている部分はこの部分ですよね。なんとなく見えましたでしょうか。まあ、これに対してやっぱシンプルというか、わかりやすいのは、まあ、例えば C ディミニッシュ7とか、まあ、これまたすごいシンプルな感じですよね。そう見ていけばすぐわかるはずです。これはまあディミニッシュのトライアドプラスマイナーセブンスを付け足しねというコードになります。オーギュメントなんかに関しても同じような感じ。まあ、このマイナーとメジャーの、ね、この表記の仕方がすごいややこしいので、ここに惑わされないように気をつけてみてくださいませ。こんな感じで、まあ、トライアドプラスセブンスというふうに見ていけば、そんな変な間違いは多分起こさないかと思います。そんな感じでございます。ではでは、5分経ってしまいましたので、今回はここで終わりにいたしましょう。5分というか10分ぐらい経っているんです。何気に長い動画になってしまった。まあ、そんな感じで、トライアドとセブンスの使い方について、今回はお話をさせていただきました。次のときはテンションコードという話になってくると思うんですが、また、こういう定規、このね、インターバルの距離感の知識がとても大事になっていきます。よかったらこの辺もおさらいしておいてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。